自分が落ち込んでいる時って皆さんはどういうことを言われたいですか？話を聞いてほしいですよね。男性に対してそれをしてはいけないんです。なぜなら大好きな彼をお金や世界から愛され、愛も富も美も手に入れ、夢を正しく軽やかにサクサクどんどん叶えていく方法をお伝えしているチャンネルとなっております。はい、また帽子かぶってる理由はですね、普段はいつも私は外出するとき帽子をよくかぶるんですが、これ取ってもいいんだけど、取るとさ、どう？あ、治ったか。さっきまで帽子やってなかったら結構顔が光りすぎて、ここにライトがあるんですよだからこれやったらちょっと顔にこの辺影ができるから良いかなと思ったんですが、どうでしょう？あんま変わんない？どっちでもいいってやつ？なんかかぶっとく。帽子ね、よく頻繁に買うんだけど、髪の毛をごまかせる。もう前髪が本当に今べったりしてるからちょうどかぶってた方がいいわ。はい、今日のテーマはこれです。大事なパートナーが落ち込んでいる時にやること。皆さんもこういった経験ないですか？彼が落ち込んでいる時、私にできることって何なんだろう、彼にどういう言葉をかけてあげたら彼は元気になるんだろうとかね、彼が弱っているその心を癒してあげたいとか、どうやったらっていう思いってあると思うんですね。はい、ここ男性と女性の脳の違いもですし、やってほしいことが男女違ってきます。ですので今日の動画は、常日頃例えばリーダーシップがある人とか、簡単に言ったら心が強い人でも、そういった人でも落ち込むこととかあると思うでしょう。なんでかって、人間だからだからそういう人っていないと思うんです。だから今日の動画は全女性必見ということで、ぜひ本日も最後までご視聴ください。それでは早速行ってみましょう。はい、まず男性と女性の脳の違いなんですけれども、私の動画を見てくださっている視聴者さんは9割ぐらいが女性の方なので、ふふふ、わかると思ってくれると思うんですが、自分が落ち込んでいる時って皆さんはどういうことを言われたいですか、されたいですか、どういう心のケアをしてほしいですか？話を聞いてほしいですよね。話を聞いてほしくて、寄り添ってほしくて、アドバイスなんていらなくて、ただ私の話を頑張ったねとか、わかるわかるとかさ、共感をしてほしい生き物なんですよね。女性の場合は落ち込んだ時に関しては、あなたは一人じゃないよ、自分も一緒にいるよとか、仲間だよとか、私もその思いわかるよとか、でも〇〇ちゃん頑張ってたよねとか、女性に対して肯定の言葉を伝えること、そしてさ、その言葉を伝えることが大切になってくるんですよね。で、悩んでた女性がその悩みを解決する方法としては話すことなんですよ。ですので女性の悩みは話すことなんです。誰かに話すこと、話すことで話しながら解決を模索していくっていう流れを持っているのが女性なんですね。で、動画見てくださった皆さんは男性に対してそれをしてはいけないんです。なぜなら男性と女性の脳は違うから。じゃあ男性はどういう脳を持ってるかって言ったら、悩んだり落ち込んだりしている時っていうのは、女性のように話を聞いてほしいとは思っていなくて、放っておいてほしいんですね。で、ストレスを感じると男性は黙る、殻にこもるんですね。でも女性はこもらずに共感してほしいっていう思いがあるんですが、なぜ男性が殻にこもるかって言ったら、自分の弱みをさらけ出したくないから。女性側からすると弱みなんて思ってもいないけれども、男性は女性が思ってる以上にプライドがある生き物なんです。だからこういうかっこ悪い自分を出すことはダサいと思っているから言えないし、あと自分の感情に男性は鈍感だったりします。鈍感だからこそ、自分で自分のことをよく分かっていないからこそ、その思いや感情を言語化できない。だから感情や思いを言語化できる能力が高いのは男性より女性なんですね。男性はそれが女性よりできないからこそ黙ってしまうんです。殻にこもっちゃうの。だから殻にこもってる人に対して、殻を無理やり開ける、ねえ大丈夫、何があったの、心配だよ、私話聞くよみたいな感じで、もう引き出しをもう開けたくて開けたくて仕方ないっていうような行動をとってはいけません。で、あなたがすることは、彼に対してもう一言、
いつも味方だよといつも通り接してあげることです。特になんか心配だけど大丈夫っていう心配なんでされたいと思っていないし、むしろ自分の能力、ポテンシャル、それらを認めてほしいと思っているので、私は〇〇君のことはすごいと思っているから信じているよとか、〇〇君のこういうところ素敵だねっていつもみたいに尊敬したり称賛したり、彼のことを信じる、どういう状況であったとしても信じる、こういう女性っていうのは男性からすると絶対に手放したくないんですね。ですからパートナーが落ち込んでいる時にあなたがすべきことは男性を見守る、そして言葉を投げかけるとしたならば、いつも応援しているよとか、いつも〇〇君の味方だよとか、〇〇君の信用しているよっていう風に彼のことを心配をするとか、話を私も共有したい、分かってって引っ張るのではなく、放置した上で愛情を注ぐっていう状態です。ですからね、愛情がゆえに自分がされて嬉しいことを彼にもしてあげようと、私だったら聞いてほしい、共有したい、だからもう何でも喋ってほしいって女性は思いますが、そういう時は男性の立場に立って男性心理を分かった上で彼を信じてください。彼の方から何かねえねえちょっと聞いてくれるとか、こういう時どう思うとかっていう、まあ、彼から口を開いた時にもアドバイスをするのではなくて、うんうんって言ってもう聞き役ですね。彼に対して肯定をされてください。落ち込んでる男性に対して優しいがゆえに構ってあげたくなりますが、構られるともう逆に迷惑になりますので、やっぱその迷惑のことをされるといい気分ではないですよね。はい、ということで本日の動画いかがでしたでしょうか。公式 LINE ではどんな女性も一流男性から愛される方法7 days を7日間配信しておりますので、ぜひ概要欄から登録よろしくお願いいたします。この動画が良かったなと思ってくれた方は高評価コメントよろしくお願いいたします。チャンネル登録がまだの方がいらっしゃればチャンネル登録もよろしくね。はい、では皆様、彼が落ち込んでる時はハグしてあげましょう。おいでーって言ってハグハグってあなたがね、彼のことを心配しすぎて暗い顔をして一緒にネガティブを背負うのではなく、彼が弱ってる時はね、太陽のようにパッて、信頼ですね。いつもニコニコ変わらない笑顔を出してください。では本日も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。YouTube 毎日6時に配信しておりますので、ぜひ次の動画もお楽しみください。それではまたねー。